セット。はい、よくと、どうも、飯です。ザ・スタンリー・パラブル、続きやっていきましょう。前回は、ナレーターの言うこと、途中までは聞いてたんですけど、階段のところで、登るか降りるか、登っていくのが普通だったんだけど、降りてしまって、なんか変な感じになって、最後発狂して終わったんでしたっけ？あれ？ちょっと待てよ。続きでやってるんですけど、なんでだ？会議室、行く道がちょっとおかしくなってるのは通路になってる。そういうルートもあんのか。え、で一直線に来ると。ああ、なるほど。うん、ちょっと今回左行ってみようかな。ちょっと行くとこまで行ってみようかな。うん。これはちょっと変わってるところはあるのかな。を会議室に来て、誰一人いないから。ちょっと、まあ、オフィスに行きましょうか。あ、そうそう、これ前回入ったらなんかいちいち言われたんですよね。入れるんだ、また。えまたって言われんの、これ。あー、すいませんでした。あ、わかりました、わかりました。すいませんでした。はい、すいません。はい、じゃあわかりました、わかりましたよ。いちいち言わなくていいから。はい。あ、で、上行けばいいんだな。はい、上行きます。上に行った後は、上司のオフィス、すごいな、ほんと、この会社。どうなってんだ、構造。通路になってたりね。最初出たとこが通路になったり、いろいろ。なったね、変わりすぎでしょ。ここ側上司のオフィスか。入ってみた。マネージャーかよ。なんでいなくなってるんだろうね。そういえば。え、何かあるのか。これちょっと扉開なんかよくある映画のね、本を入れたらやっぱりね、本をなんか。あんな机の後ろにあるキーパッドね。ちょっと待て、ちょっと待て。どこにある？うん、知ることねえんだけど。上司のキーパッドか。これか。あ、さっき何つったっけ ?4649? だっけ違う、間違えたんだって。あ、もうちょっと待って。ごめん、違うんだ。2、分かってるっつーの。はい、2845ね。そんなわけないだろ。ランダムに置いたんじゃなくて、おめえが言ってんだろうが、おい、どこにいんだ、指示中、こら。ほんと、足ないんだよね、そういえば。あ、こんなところに、やっぱりこういうなんか秘密の部屋あるんだね。あ、なんで、新しいところに来て、どこに行くの、今度は。こっち真っ暗で何も見えない。こっちに行くしかなさそうだな。じゃあこっち行ってみるか。はい。じゃあ下に降りまーす。エレベーターか。一体どうなってんだこの会社は。お、家具の持ってった。少し不変な雰囲気だと感じてはっきりと理解しました。自分の本質に、あの仕事か。なるほどね。確かにそうだよね、疑問。いないんだもんね、誰も。じゃあ入ってきますか。ほい。こっちか。暗いな。マインドコントロール施設。本当だ。マインドコントロールファシリティって書いてある。この、ん？エスケープ？いや、まだこっちは行かねえ。ただこっち行ってみようか。マインドコントロールされてたってわけか。洗脳だと。明かり？ポチッとな。モニターで埋め尽くされた巨大な視野に照明が上がりました。秘密って、あれこれって、ちょっと待って、あそこね、行ったよね、前、私。そういう、あれだったのか、ネタバレってのは。マジか。これ押したからもうこっち行けってことか？
そうだったのね。知らなかった。で、こっち来たけど、何かあるのか。あ、ここか。カメラ。やっぱりあそこあれだよね。やっぱり監視されてたのね。やっぱり思った通りだ。自由なんて知るものはありません、ね。みんな本当に監視されてたんだ。なるほど、これがネタ。すげえや。こんなとこまで考えてあるんだね、ゲーム。すげえ面白いや。今度は人？ポチッとな。これ真実なの。洗脳されてたわけだからスタンディをずっと通ってたのか。退屈なり、退屈してたの、スタンリーさん。いいんじゃないの、ボタンを押すだけなんだから。一日それで終わりなんだからさ。これでエレベーターか、また。拒否した。おお、ここは一体どうなってるんだ。ぐるぐる目が回るぞ。Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? いやー、どうなんだろうね。彼の人生は一体、つか、あれ、真っ暗だぞ。The heart of the operation. Controls 感情とラベルでされたとさ、喜びもらってる。なあ、真っ暗なんだけど、とりあえず。All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in.Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. これをオフにすればいいのか。真っ暗だよ。何も見えないよ。Blackness and a rising chill of uncertainty. めっちゃ暗いよ。どうなってるのこれ。ものすごく暗いんだけど。やったんでしょうか、本当に。勝ったの。機械に打ち勝って誰かの命令という枷を外しました。自由はすぐそばにあった。あったんだ。ここどうなってんだ。オフにしたら空が見える。空だ。つかここの会社本当にってどうなってんだ。同僚ほどどこ行ったんだろうね。いやー、今までコントロールされてたってのが大筋なんだね。ああ、自由を手に入れたのか。でもどうするの、この先。お金ないけど。いやー、そんな厳しいことしてる場合じゃねえか。ゴールすることなく、彼に指図するものは今、いや、おめえが指図してるんだけどよ。唯一のものだったと。これで外に歩けるのか。いや、外に出ましょうか。スタンリーは肌に涼しい風、開放感、そして彼の新たな人生の道筋の大いなる可能性を感じました。スタンリーさんすげえな。すごいことしたのかね、これで。ああ、幸せだったんだ、解放されて。お、動かせるな。今度、おお、ちょっと短いな。これが真実だったわけなのね、さっきのが。じゃあもうちょっとやっていきましょうか。あ、やっぱり通路変わってるね。これでちょっといろいろとあさってはダメなのかな。下のところ下がれるんでね、こういう感じに。おい、切っちゃえ。よし、じゃあ今度はちょっと行ってみようかな、あのとこまで。エスケープってあったから、あそこ、いや、まあ、行ってみようかな、エスケープのところ。あれやったらどうなるんだろうか。よし、んで、とりあえずマインドコントロール室のところに来ました。んで、左に行けばいい。左に行ってみましょうか。奥でも、嘘でしょ。戻れる？いや、行ってみようか。これは興味がある。で、実際どうなるのかね。どうなるんだろうね。行ってみたい。
閉じられていますいやちょっと行ってみたいんでね、ちょっと行ってみますね。この時点で喜びたんで自らに向かっていきました嘘でしょ、そんなバカな、本当に死しかないのかな。おお、ちょっと待って、これずっと落ちてんの。おお、うえ、落ちてきたけど、ここは本当に、え、これ、え、嘘でしょ。うわ、ペシャンコンされる。俺これどっかで見たことあるぞ、弾丸論破であった気がするぞ。こういうのどっかで落ちるとこあるんでしょ、どうせ。待ってくれ、それはちょっと冗談だぞ、何かの間違いだ。つぶされなんてやだよ。いや、やっちゃったから、もしかして。へえー、あー、やっぱり死んじゃうんだねこれって。はい、お疲れ様です。それじゃあちょっと下向いていこう。ほんと足ねえな。あ、あれ、Farewell, Stanley.Cried the narrator. あれ、ね、ナレーションが変わったぞ。これが走馬灯と違うよね。失ったの。しゃがんどこ。あれ、やっぱりだな。同じ感じじゃねえか。こっちで合ってる。うん、こっちしかねえな。The Stanley Parable。戻れるのこれまた。分かんないよ、それは。真っ白だ。お、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
オフィスがまたあるぞ。427番だったよね。死んでたの？嘘でしょ。ボタン、あ、音楽か。うん、私絶対音階ないんでちょっとわかんないですね。これはオフィスのコンピューター。おい、遊んでんじゃねえかパソコンで。遊んでんの見えたぞ。何ポーカーやってんの。400、いや427番だったよね確か。エスケープってなるとこういう感じに逃げられるんだ。なるほどね。でこっちは何かあるのかね。これはアパータイ、パータイマーね。こっちは？え？何これ？ここは、あれ？こっちに行っても何か問題、なんだこれ？砂嵐だ。一体どうしてこうなってんの？テレビ。2010、ああ、そうなんだ。スタンリーパラフルで2012年の結構古いゲームなんだな。うん。じゃあこっちはないな。こっちはこれもしかしてこれってね、もしかしてデバッグ用とかそういうやつかな。もしかして制作段階のところに迷い込んだわけかな、もしかして。だけどね、そういうわけじゃない。11時25分なのは一体これはどういうことなんだろうか。戻ってきたのここ。いや、じゃあこっち、家戻ってきたんだけど、これってどこに行けばいいのかな。え？これリスタートしなきゃいけないのかな？もしかして。あ、スタンリーのコンピューター。ああ、なるほど。こういう感じの、マップになってるってわけか。ああ、なるほど。なるほど。わかりました。はい、じゃあちょっとリスタートしますね。おい。なるほど。あそこに行くと制作段階のところが見られるらしいっすね。すげえや。こういうのも、こういうのもあるんだ。こういうの見るとすげえワクワクしますね、私。素晴らしいな。あ、やっぱりちょっと変わってるな。で、相変わらず時計は11時25分のところで止まってるけど。これって何？実際の時間を試してんの？私この時間にやってるわけじゃないんだけどな。
すげえや。で、ちょっと見てみようかな、スタンリーのいろいろとね。面白い。鉛筆削りがあって、いろいろ書類もあって、ボタンを押すだけの作業で、いろいろ洗脳されて、いろいろなことが分かりましたね、今回で。なるほど。あ、閉じたぞ。え、どういうこと？ちょっと待ってよ。早いよ、ちょっと待って、出させて。出れない？お願い、出させて。お、ちょっと待ってよ。出させてくんないの？お願い。どうやらダメらしいな。これも1年以上。いや、そんなに経ってないよ。だ時間見てみろよ。時計見てみろよ。そんな時間は変わってねえ。But the one thing he knew for sure beyond any doubt was that if he waited long enough, the answers would come. こういうルートもあるんだ。Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. 嘘だろ。こういうルートも、おお、終わったのか。どうしようかな。とりあえず今回はこんなもんにしとこうかな。いやー、まさかね、ナレーターの指示通りに動くと衝撃の真実が分かったりね。まあ、ネタバレ前回分かっちゃったんだけどね。あとか、いろいろデバッグルームがあったりね。あと、閉じ込められたり。いろんな本当ルートがあるんですね。はい。まあ、とりあえず今回はこんなもんにしていこうかな。はい。ということで、最後までご視聴していただきありがとうございました。それじゃあ次回お楽しみに。さようなら。バイバーイ。